新年明けましておめでとうございます。今日は1月3日ということで、ようやく声がここまで戻りました。年末の12月22日の日に、ヤマディが発熱をして、で次の日の、23日の日に私も発熱をしまして、で発熱外来の方に行って検査を受けて、コロナに感染者ということでコロナ陽性ということで、ずっと療養ゆっくりしておりました。で結構周りの人たちとかは2日ぐらい大変やけどそれ越したら大丈夫やねみたいなメッセージくれたりとかして、実際 D もそんな感じで2日ぐらいかな寝とったんは。で復活しとったので私もそんな風に思っとったんですけど、私は結構熱下がるのにも1週間ぐらいかかって、で声がやっと昨日少し声が出るようになって、今日ようやくだいたいこれで半分ぐらいかな出るようになりました。で、今日はもともと予約してあった福袋を取りに行く日に設定をしていたので、何日ぶりやろ出てまいりました。はい。で毎年さお正月はさ父かかの福袋を楽しみにしとって、父かかの福袋を開けたりとかする動画撮っとったんやけど、今年は父かかの福袋は発売されないということで、すごい楽しみにしとったんやけど、まあ、仕方ないということで、そしたらさスマホのさ通知とかでさマクドのさ福袋がさチャムスとコラボみたいな感じやったからさ、そんなん欲しいやんと思ってさ応募したらさなんと当たったからさ今日取りに行ってきました。じゃーん。なんかこんだけやった、なんかもっと勝手に大きい福袋ってさ大きいイメージしとったんやけどさ、この小さい袋に入っております。でもさもう何が入っとるとかさすっかり忘れてしまったんやけどさ、ちょっと開けていきます。あ、そうだからそう声がさちょっとお聞き苦しくてすいません。でもこれがリアルでございます。せーの、じやん。どんなの、なんか色選ぶとか何もなかったよ。あ、なんか行ったらさモバイルなんちゃらとかさいうやつでさスマホで決済して、で番号で取って取りに来てみたいな感じやって、行ったらもうこれ、はい、これですみたいな渡されたからさ、ちょっと開けていきます。これかわいい。でも見てめっちゃかわいい、ほらすごいかわいい。マクドのマークと裏側がチャムスのマークになってます。かわよ、ハングウィズユアチャムスやって、ちょっと英語わからんけど、ここに並べてこっか、机ぐらい用意しとけって感じやな。で次はこれ、これ何、これはなんかそんなもんですよみたいな。あ、なんなん無料券とか入っとんやん。そうなん、すげえすげえ、いっぱい食べ放やんこんなん。すごいマジ全然こんなん入っとるとし思わんかった。このさこれはさ肉厚ビーフの無料券、ベーコンレタスバーガーの無料券、照り焼きマックバーガーの無料券みたいな感じでさ、すごいさいつものさおなじみのさあエビフィレオとか、あすげえタダ券やいっぱいついとる。へえ知らんかった、全然読まずにこうとるから。よしいいやんこれな、これちょっともう少しにあげよう。これはちょっと犬にガシッてされるといかんでたらわんとこ置いとく。よしでじゃーん、ミニショルダーバッグです。ミニショルダーバッグじゃん。あーかわいい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 、いいやん。携帯入れとくに良いね、携帯となんだっけモバイルバッテリーとか。
いい感じです。はい、これここに、じゃあかんちゃんここ並べるでさ、かんちゃんここの担当な。わかった。で、じゃん、クリーナークロスやって、あ、かわいい。スマホとかあれやね、カメラのさ、レンズとかこんな感じでこんな感じでございます。で、最後がこれ、ジッパーポーチ。ジッパーポーチって何に使うんやろ。こんな感じ、ビニールの、あー、あれいいかも、あのコードとか入れとこうかな、透明で見やすいからね、あの何、充電する時のさ、コードとかさ、いいかも。はい、以上、マクドナルドの福袋2023でございました。はい、そんな感じで2022年はハイエースを買って、ほんでそれを DIY してきて、でまだ全然完成してないんやけど、だけどもう車中泊とか普通にできるぐらいまでは上がっとって、うん、あ、そこまでできてしまったもんで、逆にDIY が進んでないんやけど、まあいっかみたいな感じになってて、でそれはもう今年はちゃんと全部仕上げたいなと思ってます。でしかも多分3月ぐらいに車検やから、結構急ぎでさ、壁とかさ、ちゃんと塞ぎたいんやな。中のさ、断熱材とかがさ、見えてない状態でさ、最低でもそういう状態で車検を受けたいなと思っています。それが 3月までのことやん。で、なんか今まではさ、どこか行くっていうタイミングってさ、だいたい仕事でさ、なんかロケがあってとか、そういうタイミングでさ、行っとっただけやからさ、車中泊とかも。だから今年はそういうの関係なしに、ワンコと3人で軽バンでどっか近場でも行くとか、なんかそういう機会をたくさん増やしたいなと思っております。なんかさ、全力で遊ぶことに本気になるみたいな、なんかそういう年にしたいなと思っています。あとは去年のさ、年末にポケモンのさ、ゲームをさ、久しぶりにやりたいなと思って買ったんですよ。で、ポケモンのゲームは息子が小学校低学年ぐらいの頃かな、ポケモンと動物の森をめっちゃやっとって、一緒に。でさ、子供がさ、大きくなってくるとさ、やるゲームとかもどんどん変わってくるからさ、一緒にあんまりゲームすることは、まあスイッチというか、ああいうこういう持ってするゲームはさ、あんまりしやんようになって、まあ、スマホのゲームとかは一緒にやったりとかはしとったんやけど、パズドラとか、久しぶりにそれも一緒にできたらいいなということで、ポケモンの何だっけ、スカーレット・バイオレットや、それを買って、今お互い、私がスカーレットで、彼がバイオレットかを始めました。で、私はどうせやるんやったら、なんかライブ配信をサクッと、なんかよくさ、ビジネスマンの人がさ、会議ズームでみたいな、なんかそれぐらいのノリでさ、配信しますみたいなことができるようになれたらいいなと思っとって、そういうつもりでポケモンのゲーム配信を通していろいろコミュニケーション取れたらいいかなと思って始めました。やってみたらさ、結構楽しくてさ、2回しかまだやってないんやけど、自分の中でもいい時間になっとって、ゲームとか全然分からんくっても、興味なくても、なんか雑談ライブみたいな感じにさ、できたらいいなって、ゆくゆくはな、思っております。なので、またタイミング合えば遊びに来ていただけたらなと思います。はい、というわけで、皆様も健康第一で、今年は楽しんでいきましょう。バイバーイ。あら、どうした赤ちゃん泣いとるの？どうした、涙出てるの？いいよ。